浮かない顔ね。何か引っかかるところがあるの、ルラエル。はい、主様が自死を選んで短時間で回復した、このことについて考えてたんです。他殺と自殺では復活後の精神状況も変わってくる。他殺なら復讐心、自殺なら喪失感などですかね。主様は、その、苛立ちを感じたのですよ。何に対してかはわかりません。ですがすごく機嫌が悪かった。だから短時間で気を持ち直したのではないかと考えます。苛立ち、ここで主様はずっと苛立ちを隠せてないけどね。一時は私のこと無視してたし。精神的に弱すぎる。自分に対して都合のいい感情ばかりを求めていたら居心地はいいでしょうけどね。ストレスには弱くなるでしょうね。だから心配なのですよ。精神が乱れてると力はうまく発揮できない。大事な時に心が大きく乱れる。それは今まで順調に戦えていた状況とは全く別物。杞憂に終わればいいですが、短絡的な感情と思考に陥ってしまえば勝てる戦いも勝てなくなる。つまり、この試合で調子を崩せば残りの試合にも影響する、最悪全敗のリスクが非常に高まりますね。私の悪意を正常に扱う。まずそれをどう体現するのか、実際に試してみるか。ファントムダンス登場。そうか、なんでこいつの戦い方の抵抗ないのかわかった。ハクと似た戦い方をするからだ。まだハクの方が厄介が必要。だからこそ今対応ができているんだ。面白いこと考えた。この相手の戦術、転じてるふりをしてたら相手も調子に乗るんじゃないか。しかも経験談と相性は悪くない。戦いやすい。慣れてる。私はこの試練のことしか知らない。脳内を除いて相手の経験を把握して戦術を立てることも可能だけど、近接は間違いなく相手が圧倒的に上。私と同じく弱体化しているとはいえ、現段階で3人を実力で倒しただけのことはある。ここは私の教育君を試されれば、本来通りの感覚で言うと敗北する。来いよ、俺が憎いんだろ。もうやった、探検一本で実体があるやつとないやつを混ぜるならもっとうまくやれ。本当に究極系か、お前。ああ、心地いい。同情も好意も示さなくていい。嫌われてもいいことがこんなにも気が楽なんてな。言葉なんて必要ない。ただ殺せばいい。やっぱり俺は正義じゃない。自分の都合だけで動く。ただそれだけの自転車なんだ。主様、また強くなった。と思う。主様はな、優しいんだ。敵であれ、少なからず情を持ってしまう。東京異変でファルドラやラビウスに情を与えたみたいに、何かしら相手に敬意を持ったり、セオリーを貫こうとする節がある。この試練でもそうだ。相手を傷つけることに少なからずの抵抗と罪悪感があった。セラ戦でわざわざ謝って倒したあたりもそうだ。私なら笑顔で首を折る。決して謝らない。命に感謝なんてしない。食われるのが悪い。食物連鎖に抗えない弱者が悪い。同情の余地もない。かわいそうなんて感情が一切ないからだ。だが戦いの場面で無慈悲でいられるのは心の持ちようとしてはありだ。今回の場合最初から嫌われてセオリーも無視してきている。義理を返す必要もない相手と分かれば主様は一段と強くなるさ。遠慮がなくなる。でも私は好きじゃない。そんなの知性も何もない。品性がない。程度の救い争いになると思う。美学がないのに寝ると同じなんて。美学は後からついてくるものさ。今の主様は発展途上。いいじゃないか、無作法で不格好でも。強い。私はこんなにも弱かった。なんで気づいた。遅すぎんだよ。本当に俺が嫌いで殺す気あるのか。オーラ、エクサ、バースト。温存する気ないのか。こんな馬鹿げたオーラ使用をして。幻惑系能力者の対応はどれだけがの空間を自身のオーラで満たせるか。この霧が相手のオーラだとするならこの霧に適応するか、上塗りするか。攻略は未択ならオーラ用で上塗りした方が勢いを殺さずに戦える分の目的の戦略となる。潮は動揺していた。自身の弱体化範囲をしっかり把握していなかったこともあったが、何よりパトが幻惑支配に適応できている。怖い。自分から悪意を向けてた。だけど怖い。自分以上の悪意を向けられるのがここまで怖いなんて。たった数手、潮は経験談の前になすすべを失ってしまい、あとは情報通りに能力を使わずにオーラと近接で潮を追い詰めた。その結果パトは勝利を目の前にした。だが相手の心境の変化を敏感に感じ取ったパトは躊躇が生まれる。だが気を持ち直し、勝利のために前に進む。勝たないといけないんだ。俺が勝たないと。助けて。ふざけんなよ。パトは無慈悲になりきれなかった。命乞いだったかもしれない。だがその一言はパトの集中力を奪い、勢いをなくすには十分な一言だった。ふざけんなよ。やる気ないなら帰れよ。助けてだと、どれだけの覚悟で俺がここで戦ってると。だって、ここで私が結果を出さないと、ずっと罪から解放されないんです。負けたくない。負けたらきっと次のチャンスが来るまで何十年とかかる。もうそれは嫌、耐えられない。勝手なこと言うなよ。俺だってお前ら倒さないと出られないんだよ。せっかく気を楽にして戦えていたのに。お前は俺が憎いんだろうが、なら俺から同情されていいのかよ。俺の同情を得てまで、プライドを捨ててまで勝利を得たいのかよ。それも嫌、だけど何もできなくて負けるのも嫌。わがままかよ、これじゃあ子供じゃないか。クソ。ここで戦いの手は完全に両者止まってしまった。そこから数十分、互いに沈黙の時間が続く。情けない、こんな姿をオートマタレイリウムの子たちには絶対に見せられない。憎むべき相手に命乞いをしてまで。私の言葉や表情、心境の変化に気づいて手を止めてくれるってことは、この人自身は従属、いや他人を思いやれる人なんでしょうね。逆恨み、その通りだったのかも。この人はただ甘い、従属を道具として扱わせようとしているのは見たという遺伝側であって、あの人はそんなことを望んでないのかもしれない。だから勝利を譲る子もいたのか。あの優しさを失ってほしくない、あの優しさを大事にしてほしいから。この人は私と違って悪意に居心地の良さを感じてしまうほど、悪意に敏感だから。戦いを台無しにしたことを謝罪しよう。もう私の負けでいい。まだ私は浅はかだった。主がいるから私は苦しんだ。そう考えてたけど、違う。悪いのは見るだけだ。先ほどは取り乱してしまって。いいよ、俺の負けで。考えたんだ。俺は一度勝利を譲られたんだ。なら俺だって市場で一度だけ勝利を譲る。それでフェアだろ。ですがそれは私ではなく、H の究極系の子の話で。そういう話じゃない。お情けの一生って言われ続けるのが尺なんだよ。ごめんなさい、私が最後までしっかりしていれば。反省してくれ。正直最初から気が乱れすぎて弱すぎた。俺の知ってる幻惑使いは精神が最も静かに安定してないとダメだって聞いた。追いつけがましいかもしれないけど、もしここから出て再度あったならもう俺を恨まないでくれ。理由もわからずに恨まれるのは正直理不尽を感じて仕方ないんだ。はい、もし出会えたら、その時は救ってくれた恩を忘れずに従うことを誓います。ありがとう。今度は勘違いしないように。主の記憶を見て把握しておきますね。私は最低だ。でもこれで役割を果たした。負けてもらった私が言うことじゃない。けどあなたは次の戦いに絶対に勝ってほしい。二度と私と戦わないでほしい。逆だ。私は最低だ。この人は、このお方は私の恩人じゃないか。ずっと心残りだったエテルを救ってくれた。笑顔にしてくれた。そんなお優しい方に私は、そうだな、帝王様の役に立てるなら罪から解放してあげてもいいよ。正直私もあの時の判断に心残りがあってね。だから救済処置があってもいいのかなって考えてたんだ。私にどうしろというのですか。潮が思う帝王様にとって最大のおもてなしをしてあげてよ。私が満足したら解放ってことで。おもてなし。私は結局のところ帝王のためならどうだっていいってことか。あの苦しみも帝王様がいいなら許すって。ふざけるな、私はあなたたちの道具じゃない。勘違いだった。逆だ。このお方は私の悩みの種を解決してくれていた。だからあとは私がこのお方に倒されて手助けとして力になれば恩を返すことができる。それどころかエテルとも再会できる。ミールはそのチャンスをくれたんだ。私は最低だ。理性的だね。本能で戦うなんてお猿さんと変わらないと思う。納得いかない。勝利を譲ったり、譲られたり、そういうのじゃないだろ、この試練は。そうだね、方向性がずれてるけど、主様とその時の子が決めた結果だから、問題はないと思う。2周目に入ったら次は私がルラと同じ役割をしよう。どうあがいても本気の私だと主様の相手にならないわけだしな。頭割って気を失ったところで一緒に出よう。そうしよう。さすがに頭割ったら主様死んでると思う。じゃあ血をちぎってならどうだ。それ味方と認識されないと思う。私なら絶対に敵にしか見えない。ごめんね、私、なんてことを。仕方ないと思うよ。すれ違いってよくある話だし。でも次会った時は仲良くしてよね。主は私の恩人なんだから。反省します。次は精神性尽くします。それでいてるは主様のどこが気に入ったのかな。こんな私でも普通の女の子のように接してくれるところかな。過保護じゃなくて本当に普通に接してくれる。だから褒められたらちょっと嬉しいんだ。わかった。次会った時は主様に尽くすわ。エテルが認めるなら私だって認める。尽くすって何するの？それは秘密。